思うから、あと3分です。3分前、まあここから映しちゃえ。ねえ、じゃあ3回目からスタートになります。皆さんスタンバイしてください。この辺からちょっとまだ映らないか。あ、映らないんだな、これ、うん、こっちは映るんだけどさ。ああ、そこ映ってるね。1回目やってみて、清水さん。2回目、あ、2回目それでいいや。2回目そこからやって、で3回目スタートしましょう。あ、自分の分かってなんか今ちょっとめちゃくちゃやってるんで。え、これそうでした。いや、そう、あ、自分の分かってないんだ。はい、ほうほう、かけ。あと2分ですよ。この表題スタートの、ああ、こっち、あ、座ってるからいいや。そうですね。いい、俺あのファンファーレしたらいいから。1分40秒。そう、あの片桐さん出会いにするから、あの、おばさんと入れ替え、あの、出会いに入ったんですよ。あ、これ、あ、森山さんこっち。森山さん行って。これ撮るよね。あ、これどまだ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 いいです。兄弟でいいです。いいです、いいです。はい、はい、OK、どうぞ。こんばんは。松井の皆様、松井の出身の皆様、そして松井をこよなく何ですか、いいですか、いいですか、はい、そして全国の皆様、こんばんは。9月9日午後7時になりました。今日の松井なんですけども、なんか予想の最高気温は27度っていうんだけども、なんか部屋の中にいたら涼しかったですね。もっと寒かったかもしれない、ね、暑かった、クーラー壊れてて、ああ、クーラー壊れてた、そうですかね。ということでですね、今日の夕刊なんですけど、なんか昨日の朝5時に決まったね、そのオリンピックが今日の夕刊になりましてね、なんかこの夕刊が古いような気したんですけど、よく考えてみたら昨日の朝5時で朝刊には載らないね、で昨日の夕刊も休みで、今日の朝刊も休みということで今日の夕刊になったと納得できました。でも良かったですね。新聞にはですね、そうですね、56年ぶりのね、2度目の東京のオリンピックというようなことでね、レスリングは存続というようなことで記事に書いてありましたね。というようなことで、このしゃべくり松郎、今日はですね、こう皆さんにお集まりいただきましたけども、150回記念ということで、いつもは生放送でお送りしておりますが、今日も予定通り生放送です。今日はね、ずらりと、うん、そちらの方にも移してもらっていいですか。そちらの皆さんね、あ、こちらじゃなくて、そちらどうですか。そちら、あ、出ましたね。今日はね、技術の皆さんもね、カメラに、ね、映ってました。いいですね、素晴らしいですね。ということでですね、このしゃべくり松代なんですけれども、この松代テレビも含めまして、ちょっとその
歴史ですかね、3年半前の歴史をちょっと簡単にご説明させていただきたいと思うんですけども、この松戸テレビなんですけども、2010年ですね、平成22年の4月、このはい、あ、これをね取れということですね。はい、わかりました。はい、わかりました。ということで4月にですね、このテレビ局の開局の構想が出来上がりまして、それから3ヶ月後の6月26日なんですけども、松戸テレビ局が開局の運びとなりました。ということで7月の17日なんですけども、その開局特別記念のね、祇園のお祭りを生放送させていただきました。この時は大成功だったんですよ、大成功。しかしですね、9月17日、これはあの真田邸オープンの時にですね、そのセレモニーを実況中継しようというようなことで、あの時はね20人ぐらいスタッフで行きまして、ね、もう大々的にやって、お焼きを借り切ってですね、臨んだんですけども大失敗笑っちゃいけないですね。これではね、ケーブルテレビまで呼んでね、皆さん来て大々的に放送したんですけども大失敗でね、テレビの前で泣きましたね、うん、そんなこともありました。で、11月の1日なんですけども、このなんとしゃべくり松戸第1回放送しました。で、2011年なんですけど、平成23年ですね、この時はですね、10月9日に真田十万石行列をね、この町歩きセンター、元の古い方の町歩きセンターですが、生放送しました。で、その年の11月なんですけども、こちらの方にもね皆さんいらっしゃるんですが、住民ディレクターの その養成講座、約1ヶ月間にわたりまして行いまして、6回行いましたですね。それでこの皆さんもね、来ていた皆さんもいらっしゃると思うんですけども、そして、平成の24年9月24日、このしゃべくり松戸のね、100回記念を大々的にやりました。丸田先生をね、お迎えして、三元中継でね、2時間やりましたよね。今日は30分ですけどね、2時間やりました。それからですね、10月1日なんですけども、こちらの方に移りましてですね、新、町歩きセンターの方をオープンしまして、こちらの方で引っ越し記念やりましたね。それが11月ですか。そして、今年になりまして、今日、なんと150回特別番組ですね、行っておりますということですね。ちょうど3年半経ちました、ということで生放送なんですけども、まあそちらの方でいろいろやってますね。はい、それではですね、自己紹介などをしていただきたいと思うんです。まあいろいろ含めてね、自己紹介、まずこう言って森山さん、自己紹介お願いします。はい、はい、こんばんは。すいません、たまに出させていただいて、はい、ちょっと肩身の狭くしてます。え、そうですか。俺が太ってるからそういうことはねえな。はい、はい、住民ディレクター講座の後を入らせていただきました。ありがとうございました。おかげさまで、まあはい、細々とやらせていただいております。スマートってことですか。あ、そういうことですね。はい、スマートってことでございます。はい、いいですか。はい、それは栗林さん、どうですか。はい、こんばんは。こんばんは。宮下文夫さんのすぐ近くに住んでいて、昔から宮坂です。あ、すみません、間違えましたね。まあ、文夫ちゃんといつも親しくしていただいています。これができる時にも声かけられたんですけど、ちょっと他の活動で忙しかったので、サブスタッフみたいな形で時間のある時に時々参加させていただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、片木さん。はい、はい、皆さんこんばんは。カメラ担当しております。ほとんど、まあ、休みなく、まあ、150回ということで来ておりますけども、まあ、休んだのに3回かな。あ、そうですね、オーバーにしてね、4回くらいかな4回。まあその間ね、まあ、何の変化もなく、まあ、カメラの方を皆さんの映りにいいように適当にやってまいりました。これ、まあ、なんとかね、修正はできなかったけど、まあ、あれのままの姿を映してきたような状況です。これからも、まあ、そんな形でいくだろうと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、局長、はい、お願いします。
はい、それでは片桐さん、ちょっと小俣さんと、ですね、まあ、忘れてるような状況を聞いております、石田です。この中でですね、町歩きセンターの中でね、こうやってスタジオができて、まあ、続いてやってるわけですけれどもね、まあ、いろんな人が見えて、この中でお話聞く、まあ、聞いた後の、まあ、お茶飲んでからですね、やるっていうのも楽しいかなっていうので、うん、まあ、これは引き続いてやっていければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、はいはい、ありがとうございました。で、先ほどもちょっとね、映りましたけれども、普段はね、テレビの前に出てこないんですね。技術の方、そう、どうですか、そちらの技術の方、映してもらっていいですか。はい、はい、それでは技術の方の方、どうですか、映りますか、技術の方、映らないですね。はい、映りましたね、はい。あれはい、ありがとうございます。参加みたいな、はいはい、あ、これね、自己紹介。はい、はい、二本松さんからちょっと自己紹介をお願いします。実はですね、パソコンがいつもこれ動いてるんですけど、はい、動かないです今日。まあ、それでも釣っちゃった。だから自己紹介。ああ、自己紹介。自己紹介。うまい。うまい。うまい。三分。それどころじゃないんだよ本当。本当それどころじゃないの。あ、そうそうそう。あ、まだこの話は先ね。はい、先ね、はい、はい。で、今日はですね、あ、もうちょっとすいません。もうちょっと映りたい、ね。このスタイルで、これはモニター用のパソコンですよね。でこちらがバックアップ用のパソコンなんですが、今日はまあ実は壊れちゃってるということで、これがミキサーです。で私はいつもここでオペレーションをしております。でここでチャチャ入れてます。はい、はい、ですね、はい、でお隣は酒井さん、はい、どうぞ。はい、はい、はい、こんばんは、酒井です。いつも白の湯から、こちらの湯か、白の湯から赤坂橋を渡って、毎週月曜日行きます。ありがとうございます。最初の頃はですね、配線も何も分かんなくてね、せっかくだからもうちょっとアップしてください。宿泊していますけど、最近ようやく慣れてきました。いつも無事映ってるかどうかが心配で家へ帰ってチェックしてますけど、映ってるとほっとしております。今映ってますね、ちゃんとね、映、ね、っておりますよ、はいはい。皆さんいい美男美女に映っておりますので、はい、ご安心ください、はい、全世界流れております。はい、はい、これからよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それなりに、はい、はい、それなりになるそうです。はい、清水さん、はい、自分でやりながら、はい、はい、自分で、はい、あ、清水さん、カメラに、ミキさんは自分でやりながらね、はい、はい、はい、いいですね。私は手元にはね、住民ディレクターの一日ちょっと出席しただけでそれからちょっと教えてもらって、それで、あと森山さんに、まあ、ここへ行ってなんて言われてここへ来たんですよ。でだからここへ来たら宮坂さんに今度これちょっとやってるなっていうことでなんとなくここにいるんです。もう何やったらいいかよく分かんなくて、しょっちゅうもう失敗ばっかりしてるんですけど、またできるだけ失敗しないように、はあ、なんかなくてはならない人になりました。本当にありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。というようなことでね、あ、そうだ、ごめんなさい、今カメラ撮っていただきます。はい、交代しましたね。はい、小俣さん、カメラやってる小俣です。はい、よろしくお願いします。今カメラはですね、インカムというのが今ありませんでね、インカムというのはトランシーバーと思っていいです思うんですけども、インカムで使っておりません。カメラマンとスイッチャー間の間にですね、合図をしないで阿吽の呼吸で今いろいろ切り替えてですね、まあ、それが我々の非常に重要な心臓部でありますので、これからもですね、スイッチャーとカメラマンとの息をこれからも合わせて応援したいなと思っております。はい、ありがとうございます。それでは加山さん、今ね、はい、お出になりましたんで、はい、自己紹介のほどお願いします。加山と申します。発足当初からの関わりを持ってたんですけど、なかなか最近はなくて申し訳なくて思ってます。加山敦と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、自己紹介が終わったところで、なんか画面がちょっとおかしいですね。はい、はい、清水さん、生放送ですからね。はい、ということもありますね。生放送ですね、はい、はい、生放送のいいところですね。はい、それではですね、まあ今もそのちょっとね、変な画像が出ちゃったんですけども、三田さんからね、ちょっとどうですか、その裏話をこの
良かったところもあるんでしょうけども、こんな失敗しちゃったななんてことどうですかね。いや私はね、自分から言っちゃうとね、20回か30回ぐらいですかね、時にね、ちょうどこの生放送で、自分がパーソナリティの時ね、ここにしゃがんでてね、その本番のね、5分前ぐらい、でこの当時ね、ブレザー着たんですね、金ボタンなんですよね、金ボタンがね、突然に何もしてこうしゃがんでたらね、コロコロとってね、コロンとってコロ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 って転がっちゃったんですよ。吹きつーっと思ったらね、もうその日は噛みまくり、ちょっと長い、最初から噛みまくって噛みまくって、もう最後まで、もう100回ぐらい噛んだんですかね。というのは、はい、負けって言ってますね。はい、それでは皆さんお願いします。私の場合はね、まあ、準備またしてるから、ないない、あら、あらら、覚えないね、すぐ忘れちゃう方なんで。そうですか。じゃあ、あんまりね、ずっと考えてると次に、はい、そうですか、はい、わかりました、はい、はい。そしたらね、ちょっと二本松さんとか振ってもらっていいですか。二本松さんね、あの人たくさんあるそうですからね。はい、二本松さん、失敗談いっぱい想像にね、言い始めたら、あの二本松さん1時間ぐらい喋っちゃったね。宮坂代表はね、松代テレビのスルメって言われてます。噛めば噛むほど味が出る。毎回ね、生放送でその技術陣はここで録画をして、でアーカイブに残してるんですけども、すいませんね、はい、こっちが実はね、モニター用のあれでちょっと実際に放送されてるのが遅れて聞こえてくるんで、あ、なるほどね、はい、ちょっと失礼します、はい、これでいいですね。そうですね、はい、それで録画をし忘れましてね、だから生放送はもうやったことは現実に、でビデオに残してあります。で逆にいい思い出になったし、これからもね、絶対そのああいう時間は取らないようにしようと思ってやってますけれども、ね、日本マさん一番ネタ残してますね、面白いんだね。はい、そんなことないです。はい、清水さんもありそうだね。清水さんどうですか。そうだね、そうです。今もね、すぐたびに反省してるのでなかなか黒い画面出ちゃったもんね。そういうことは追記者はいけません。はい、もう自分とも切り替えない、切り替えない、自分とも切り替えない、切り替えてないんですよ。ね、切り替えてよ。それ今もね、間違えましたね。やっぱり、これは生放送ですからね。宮坂さん、宮坂さん、はい、番組の途中ではございますが、15分になりました、はい、今日は30分延長で、はい、そうですね、そのご案内してなかったですね。え、先ほど言いませんでした、30分番組でございます。そうですか、はい、言いましたね、聞き漏れました、すいません。ということで、普段ならもう終わってるんですけどね、あと15分ありますんで、はい、またね、巻きをしていきましょう。はい、それでは、加山さん、ちょっと言ってみますか、失敗談。あ、そうです、あ、面白そうなの。失敗談ないんか、ないね、そんなにね、うん、ないですかね、はい、ないって言われて、はい、はい、あ、そうですか。大畑さんもありそうだね、どうですか。やはりね、カメラ撮っててね、あるね、やっぱり動かしてる最中に画面が切り替わっちゃうと、さ、非常にそれはあります。そうね、タイミング、それは、ね、清水さんとのね、その呼吸が合わない、呼吸が合わないんだな、これね、あるんですね、動かしのせいですか。はい、なんですよ、よくありますね。それは今、片桐さんも撮ってるけど、それはありますよね。そこで大きい声で喋れば、結構ありますね。あ、ありますね、はい、自分のとこ映せないね。この次、二回目、3回目あ、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 はい、それ自分の失敗じゃなくて清水さんの失敗だね。はい、あっと、もう150回から出てこなくなっちゃうよ。はい、はい、吉見、はい、さんも反撃、反撃、はい、はい、みんな私のせいです。はい、あ、それ自分のとこ映ってますね、はい、というようなことで、はい、ね、そうですね、面白いですね。もちろん、それでは、はい、はい、はい、それでは皆さん、ちょっとそろそろメインテーマ行きましょう。いいものがある。はい、はい、そうですね、皆さんこれ色紙ね、出ていただいた方、皆さん色紙書いていただいて、まあ、こちらに今並んで、ちょっと色紙のところ見ていただければいいんですけども、まあ、私の方もですね、これ信州大学の農学部の佐々木先生、これね、庭園都市松代の水路っていう水路を持って調査したあれがあるんですけども、そういった松代に関するものをですね、お呼びしてこういったものを発信しています。で、まあ、あとこういった形で青木くんっていう中学の学生さんだって、今も高校生になりましたけれども、
八代線ですね、廃止になるっていうので新聞を作ったんですね。でそれのものも一応新聞作ったあのいきさつだとかそういったものを一応ここでもって発表してもらったりという形で、その都度その都度その時期に合わせたゲストをお呼びしてちょっとやってはいますですね。はい、はいはい、次はじゃあたくさん用意している二本松さん行ってみますか。はい、はい、そちら二本松さんどうですか。私の生放送はですね、はい、第7回目の時にあの、豊坂小学校の生徒にうどん教室をあのやりましたということで、そのことと、まあ、主に中心的にはあの、こちら の, あの夢空間がですね、 NPO 法人夢空間があの清泉女学院短期大学の学生さんとあのコラボして街歩きのコースを選定したというようなことがありました。そのことを取材した内容をご紹介します。あれやっぱりダメだな、慣れてないとね、ということでこういうふうにサインいただいてます。あ、そうですか。はい、はいはいはい、ありがとうございました、はい、それでは隣森本行ってみますか。はい、はいはい、ユーラシア大陸のね、うん、2万キロを自転車で走破したっていう、あったやりましたね、ゲストのお迎えしたんですけどね、まあ、あの東京から帰戻ってくる、まあ、松代出身の人で東京から戻ってくるって、うん、なかなか着かなくて、うん、もう本番直前までちょっとあたふた、ね、心配しました、心配しましたね、今ね、うん、で特にまたあの急に一緒に来ていただいたので、あの台湾の女優さんだそうですけど、椎名さん、綺麗な方でしたね、すっぴんだって、ね、いうことでしたけど、本当に飛び入れで入っていただいて、はい、よかったです、楽しい時間を過ごさせてもらいました。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ栗林さんどうですか。はい、私自身は合わせないと言われてもないんですけど、はい、その文雄さんの元に行って、あの今回 3.11 の熟語 の現場事故によって、あの福島地区の子どもたちが、福島県の子どもたちが、まあ、あの外で遊べないということで、長野県でもあの13団体ですかね、雇用キャンプっていうかサマーキャンプをしました。まあ、その時 の, あの今回は真っ白町で行われたんですけども、あの長野県の JA の研修所を拠点に行われたんですが、そのことを発表させていただきました。はい、ありがとうございました。それでは小山さん探し中ですか。はい、行きますか。はい、小山さんお願いします。これはですね、23年1月だからあれですかね、八代線の廃線になった時のね、時のことを、まあ、あの存続対策っていうことで、なる前かなの時に中島哲夫さんっていう、八代線存続の部会のね、住民協議会の方をお呼びしてお話しさせていただいたんですけど、まあ、なかなかこれね、厳しい状況の中で、このアーカイブとしてね、きちっと残ってるということは、またすごいことだなということを改めて、ね、うん、真っ白テレビ局の役割の大きさっていうのを改めて感じたんですね。はい、はい、まだあるんですね。うん、うん、ありますけど、とりあえずこれ、はい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 、福井さん、お願いします。福井さん、今いらっしゃるんでね、技術部長ね、福井さんいらっしゃるんでね、もう福井さんも、これは生放送ですからね、もう、どんどんね、そちらの方で、あ、ごめんなさい、尾本さん、ちょっと来たところを映してあげてください。本人、だいぶ緊張してますから、はい、来たところで写真、はい、カメラに映っちゃうなんてね、緊張しますね、はい、はい、はい、そっち切り替えて、はい、お、そうです、いいですね、はい、はい、はい、一番テンション高いさっきからね、もうこれはね、生放送なんでね、ここがいいところでね、福井さん、先ほどね、はい、皆さんにね、自己紹介してもらったんですよ。はい、はい、来るなり早速自己紹介ってことで、はい、面白いなぁ、こう、ね、ね、はい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 、深呼吸もなく、はい、自己紹介で、はい、はい、深呼吸しました、はい、はい、はい、しゃべれじゃん、はい、はい、はい、うるせえ、うるせえ、黙れ、はい、技術部長の福井です。どうも、あの遅れてすみません。今どのぐらいですか。あ、もうじき終わり、もう一応、はい、しまーす、はい、どうぞどうぞ、一番、はい、
してますんで、はい、いえ、こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、終わりだそうです。はい、終わりです。はい、それではね、今の続きの片桐さん、はい、ね、ちょっと行ってみましょう。私のね、まあ、これはね、49回になってますけども、あれ始めた当初、八代線のね、廃線の問題が山積されておりまして、長島会長さんと住民自治協議会の会長さんですね、で、対談を何回もやらせてもらいました。一番最初の時には赤穂地区のですね、住民自治協議会の会長さんであります星田さんと、それから真白地区の中島さんと3人で、一応対談したんですけども、あの時はギャラリーが何人か来ていましてね、まあ、皆さんのいろいろとそのご意見聞いたりして、大変や小選については盛り上がってきておったんですけども、現状を見ますとね、終わってもう1年半になりますけども、まあ、本当に線路は全て外されてしまい、まあ、草が生えて、見る影もなくと、本当に寂しい差を今感じているところでございます。これから、まあ、公共交通ということについていろいろ市の方でも考えていられるようですけども、またその辺のところをですね、じっくり将来に向かって、公共交通についての話をまた進めてまいりたいと、こんなふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは、すみません、ママさんの声3枚で決まります。はい、それでは太田さん。はい、太田さん、聞きましょう。はい、太田ですけども、私の担当ですね、今ちょっと映りましたでしょうか。はい、りました。写真関係とか、真っ白の民話を紙芝居にしたという話ですけども、写真についてはただいまいろいろと、やっておりまして、昨年サラダ祭りというのがありましたんですけども、その、写真展の模様をですね、真っ白郵便局で今開催中です。まあ、そんなこともありまして、また、民話については今20話を作っておりますけども、現在5話をですね、制作中です。また皆さんにですね、紹介できるといいと思いますけども、まあ、全国的にも、誇りのある、民話が今作られておりますので、紙芝居でぜひ紹介したいなと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それではまた、これはね、生放送は突然に行きますと、清水さん、酒井さん、あんまり喋ってないんで、ちょっと自分のところ移して喋ってください。はい、はい、パーソナリティこれからやりますということで、はい、はい、いいですね。はい、はい、そうです、なんかいい機会ありましたら、はい、一度はチャレンジしてみたいですね。はい、ね、はい、以上ですですか。清水さん、どうぞ。はい、じゃあ、清水さんかな。はい、自分でやりながら、はい、少し、もう少し、いい、はい、いいっていうか、福井さん、福井さん、はい、映ってますよ。ビデオの作成できればいいなと思いますけども、あとはこの真っ白テレビを通じて、真っ白のこう明るいような様子を伝えられればいいと思います。はい、はい、福井さん、行ってみましょう。はい、福井さん、持ってきましたね。はい、いいですね。はい、快楽亭教師さん、はい、面白かったですね。落語家の、ね、あえて落語家って言っておきます仮の姿は先生なんですけどそうなんですか。そう、そうなんです。小学校の先生なんですけど、落語が本職で、仮の姿が先生本職でということで、はい、57回の時ですね。はい、面白かったですよね。そうですね、2年くらい前ですかね。はい、結構3年目4年目今度、あ、4年目、丸3年丸3年半過ぎて、今4年目ですから、丸3年半過ぎて、なんかむちゃくちゃ長いですよね。長いですはい、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というようなことで、はい、大松さんもう一個いきますか。はい、この今色紙をですね、今いろいろ皆さん見せてもらっていると思うんですけども、はい、ご覧になっていただいている色紙ですけども、これ毎回ね、放送したたびにそのゲストの方がね、書いていただくということで、ちょっと
あ後な話ですけども、すいません、そんな状況なんで、それは私が言わなきゃいけないんですかね、はいはい、今ただいま150枚をですね揃っておりますのでね、そうですね、その中からピックアップしてお話をしています。はい、はい、分かりました、ありがとうございました。三田さんなんか宣伝持ってきたみたいですか。はいはい、はい、ね、真田十万の五祭り、これは10月12、13っていうのをこれやるんですけれど、はい、ぜひ見に来ていただきたいなというふうに思います。はい、まあ、街歩きセンターもね、この何ですかね、街歩きの何て言ったらいいのかな、はい、まあ、ちょうど角にあるのでね、そうですね、はい、はい、ぜひ見てください、ぜひ参加していただければ、はい、参加してください、あ、そうか、見るじゃなくて参加してください、はいはい、ね、はい、わかりました、はい、時間もあと1分ほどになってきてしまったんですけども、最後一言だけ言いたい方いらっしゃいますか。加山さん何、はい、かありますか。はい、あ、日本マスありました。宮坂さん本当はね、はい、あのボタンが落ちた失敗じゃなくてね、100回記念の時にね、あ、携帯電話鳴ったんですよ。それ言わないで。あ声が震えましたね。はい、今マイクちゃんと音量落としましたから、はい、大丈夫です。今日はね、先ほどねマナー元にしました。いやー、日本馬さんにねそんなことをねバーされましたな。毎回あのみんなに注意してる、ね、はい、それで、ね、やっぱりね自分の失敗をね皆さんにしていただかないように申し上げておりまして、はい、まあ今日はね、まあ、ドキドキしますね、日本馬さんにもねバラされましたね。はい、実はそうでした。というようなことで、ですね、あのこのしゃべくり祭りはあと30秒ほどしかないんですけども、何かね、このしゃべくり祭りをね、これからどんなふうにしたらいいかなんていうご意見ありますかね。加山さん何かありますか。そうですね、やっぱりこれ、うん、あの真っ白のこんなにね、いろんな人たちがこんな感じ活躍してるっていうことが、あのこの真っ白テレビ局によってつながってきたかな、しゃべくり真っ白によってつながってきたかなって感じしますのでね、これをぜひ真っ白のネットワーク作りに役立ててほしいなと、つまんに思います。素晴らしいと思います。はい、あと何か他に事務局長の皆さん何かありますか。うん、ですね、まあ、今日はこれの人数しかいないんですけど、できたらもう少したくさんのパーソナリティ、まあ、ゲストはね、多分たくさんいらっしゃる、パーソナリティがやっぱりもう少し足りないから、うん、まあ、皆さんもう少しあの活発に出てきていただければいいかなっていうふうに思いますね。はいはい、そうですね、これはあのやっぱりマスロテレビの基本理念になります、あの見るものじゃなくてね、参加するものであるというところに通じますね。はい、そうですね、はい、三田さんにね最後その締めを言っていただいたところで1分過ぎちゃったんですけども、どうですか、なんか最後に一言まだ言いたい方はいらっしゃいますか。いらっしゃいませんか。あ、あれそうです、はい、どうぞ。はい、僕ね、あの市民がこういう形でね、あの市民の力だけでこういう放送局を立ち上げて広くこの全国全世界に発信できるっていうね、こういうことが可能だってことをこのマッシュテレビは証明してるわけで、それがそのマッシュテレビの存在の一番素晴らしいところじゃないかと思いますね。ありがとうございました。こんなね褒めの言葉をいただいたところで、今日の150回記念しゃべくりマッシュローこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、はい、行きました。来週のしゃべくりマスロー、はい、栗林さん、はい、ゲスト、はい、ゲストですか。あ、ゲストです。ゲスト、また今回もゲストでお邪魔させていただきます。はい、本当のゲストは誰ですか。本当にゲストはですね、宮下凛音さんっていう、あのアメリカ出身の奥様なんですね。はい、おー、はい、素晴らしい方ご存知ですね。はい、おかげさまで。どうしてこんなご存知ですか。そんなえっとですね、この宮下凛音さん、この方の旦那さんというのは文雄さんというんですけどね、はい、こちら同じようなお名前なんです。私と一緒、はい、その方はね、世界であの
知ってる方知ってるっていう、そう、私知ってますよ。あ、そうですか、うん、あの、はい、世界の、癒しの音楽の中でヒーリングミュージックっていうそういうカテゴリーを、ね、作った方なんですね、うんうんうん、それがあのくしくもこの真っ白町出身なんです。水上の下ですね、うんうんうん、はい、あのなんか伊豆らに住んでいらっしゃいましたよね。そうです ね、あの伊豆らがその自然の、癒しの音楽を作る、うん、ヒーリング音楽を作る最適の場所だってことで、うん、あのそちらに住まわれて、はい、そこでたくさんのヒーリング音楽を作り上げられました、はい、でその宮下文夫さんの奥さんの、はいはい、リンダさんにおいでいただいて、はい、そうですね、そのミュージックを流してくれるんですか。そうですね、あのご本人がちょっとね、うん、あの10年ほど前に亡くなってしまったので、うん、それをよくあのご理解してる、うん、あの奥様の、ね、奥様リンダさんに、ね、あの今回出席していただいて、そのいろんないい曲ミュージックのことを、はい、素晴らしい曲音楽も含めて、私もね聞いたことあるんですけど、はい、素晴らしいですよね。そうですね、はい、愛曲流してくれる、あのそのような予定でおりますので。そうですか、はい、それでは来週のしゃべくりマッシュの、はい、どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。